はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今回のテーマは、レザーアイテムについてです。で、普段から、古着を着用することが多いんですけども、特に、フランス軍やアメリカ軍などのミリタリーアイテムを着用することが多いです。で、今回は、秋冬に向けて、ミリタリーのレザーアイテムの紹介と、コーディネートの、ね、提案を行っていきたいと思います。今回紹介するアイテムについてです。こちら、ザ・フューの A1 になります。で、価格の方は、だいたい20万円前後とかなりの高級品になります。この A1 っていうのは、1927年に制定され、1931年のジッパー仕様である A2 が、採用されるまでのフライトジャケットのことになります。で、特徴としましては、このように、フロントがボタンフロントであるっていう、まあ、クラシカルなスタイルに、襟にもですね、このようにニットがつくっていうのが特徴になります。で、結構ね、脇も広く、身幅のもたつきがある、クラシカルなジャケットになるんですけども、こちらの、フューのネームでのリプロダクト品については、脇や身幅をシャープに修正するっていうのが入っており、結構ね、スタイリッシュに着用することができる、アイテムになっています。で、使用されているね、このバッファローレザーは結構しなやかでシボも多く、着込むごとにムラが際立ってきてね、まあ、結構、まあ、光沢もね、若干、落ち着いてくるっていうのが特徴で、まあ、雰囲気のある一着になっています。こちらですね、街のミリタリースタイルというね、結構私がよく読んでいる雑誌なんですけども、こちらにも載っていますね。 A1 と A2 なんですけども、こちらは、米空軍という、まあ、アメリカ軍の空軍で、使用されていた、ミリタリーアイテムのことなんですね。で、一応、両方とも載っているんですけども、有名なのはやはりこの A2、まあ、フロントチッパータイプのモデルかなというふうに思うんですけども、まあ、A1 を着ている人っていうのはかなりちょっとマニアックな人ではないかなというふうに思います。まあ、有名なブランドでいくと、結構リアルマッコイズや、バズリクソンズなどで結構復刻されているんですけども、なかなか、ミリタリー好きにはたまらない、究極の一品かなというふうに思います。このブランドであるザ・フューについてなんですけども、まあ、簡単に主に、ミリタリーウェアを取り扱うファッションブランドで、フライトジャケットを忠実に復刻するブランドとして、定評がある、ブランドになります。で、設立は2003年で、本社はニュージーランドにあります。ただですね、平成27年に、ニュージーランドの工場が閉鎖して、その後、フィリピンで生産が再開されているアイテムになります。ちなみにこちらですね、昔のね、ニュージーランドで作られた、アイテムになります。次に特徴についてなんですけども、先ほども言いましたが、このように襟の方はですね、ニット仕様になっています。で、ボタンはですね、このように、サラ柄の、ナットボタンが採用されていて、ボタンの裏にはですね、このように、裏ボタンがついていて、結構ね、本当に丁寧に縫い付けられています。で、裾の方のボタンについては、このように、スナップボタンになっています。で、ポケットに関しては、ボタンホール仕様になっていて、このフラップもですね、結構大きくてですね、まあ、マップフラップが、採用されています。で、このように、フラップの裏にはですね、別生地を当てて、このように中にザ・フューというね、ブランドの、ピスネームがついています。で、縫製についてもですね、若干、A2 とは異なり、アーム外の、ステッチに関しては、ダブル仕様になっています。で、脇下にはですね、このようにアイレットがついていますね。で、ライニングに関しては、わかるかな、100% コットンの素材が採用されていて、一応、ブロードクロスのブラウンですね、これがまた雰囲気があってかっこいいんですね。で、一応ですね、ラベルの方はですね、シンプルに、クラシカルな A2 の、A2 じゃないです、A1 の折りラベルが採用されています。次に2点目なんですけども、こちらルイスレザーズのライトニングになります。まあ、私の動画の中でもね、たびたび登場している、まあ、定番のライダースなんですけども、ルイスレザーズの中でね、まあ、シングルとダブルが、まあ、大きく分けてあるんですけども、まあ、一番ライダースらしいジャケットって言ったらこの、ライトニングではないかなというふうに思います。まあ、このようにね、胸元にブランドのね、ワッペンがついていて、本当に中もね、この赤のキルティングで非常に高級感がある。で、革については、牛革、カウハイドのものを購入しているんですけども、
まだねさほど着込めてはいないんですけども、もっとね肌に馴染んできて経年変化が楽しめる素晴らしい一着になっています。まあね、この秋口、気候のいい頃にねバイクに乗るときにはこのジャケットを着ることが多いんですけども、まあ今までにもこちらに関しては、紹介しているので、今回はね着画の方は、ちょっとね、見送りたいと思います。では、着画に移ります。着画の前に、着こなしについてっていうテーマなんですけども、左側の A1 に関してはこのように、ブルゾンタイプで、右側はねライトニングもライダースなんですけども、着丈は、短めに作られています。あとですね、着丈だけではなくて袖丈が長く作られているので、なかなか初心者には着こなしにくいアイテムではないかなというふうに思います。そんな方のために、私は、大きめのサイズを購入することをお勧めします。まあ、マイサイズよりワンサイズ上げて、購入するのがいいかなというふうに思うんですけども、オリジナルの、アイテムに関してはかなりね、まあ、昔なので無骨なシルエットで作られているんですけども、こちらねザ・フューに関しても、ライトニングに関しても、まあ、現代風に、シルエットがね改良されたアイテムなので、かなり、大きめのサイズを選んでも着用はしやすいかなというふうに思います。では、着画に移ります。今回着用するアイテムについてです。このザ・フューの A1 についてはですね、サイズの方がですね42になります。なのでだいたい L から XL ちょっと大きめのサイズをね今回購入しています。中にはですね、一つ目はチャンピオンのリバースウェーブ90年代のプリントものですね、サイズの方が XL になります。で合わせるパンツについてはアメリカ軍の M65、カーゴパンツですね、サイズの方がスモールショートになります。で、2つ目にですね、寝るシャツをねちょっと着用してみたいと思います。こちらボンクラのアイテムでサイズが40なので L ですね。で合わせるパンツについては、リゾートの711、ウエスト33を着用してみたいと思います。では着画に移ります。はい、では着画に移ります。ちなみに私は身長が175センチ、体重が65キロになります。まずですね、M65 と、ね、合わせて着用しています。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。サイズ感としましてはいかがでしょうか。中にですね結構肉厚のリバースウェーブを着ているので、普通に、薄めの、ね、ロンティーなどであればかなりサイズは大きめなんですけども、まあ、本当にジャストサイズで、ただちょっと大きめかなっていうぐらいかなというふうに思います。でマイサイズでいくとだいたい 38M ぐらいなんですけども、やはり、私はね中にちょっとね、着用するものが結構分厚いものが多いので、あえて、まあ、本当にこれぐらいの大きめのものを購入しています。で着た感じですね、もうだいぶ革子の方もですね上質なもので肌にもだいぶ馴染んできているような感じなんですけども、なかなかフロントがねこのボタンっていうところが非常に渋いなっていうふうに私は思っています。で首元もウールなので、なんかね久々に着るとちょっと首がチクチクするなというふうに感じるんですけども、なかなかこのねカラーリングも素晴らしいですよね。で、まあ、同じアメリカ軍と合わせてみたんですけども、まあ、年代はね全然こちらはもう30年ぐらいのアイテム、1930年代で、パンツについては60年代から70年代、でリバースウェーブもね90年代なんでね、全てアメリカものなんですけども年代が違う。ただねやっぱり同じくなんか共通するものがあるのかなというふうに思いますね。結構合わせやすいアイテムになっています。では、次に移りたいと思います。はい、次にですね、ボンクラのネルシャツと合わせてみました。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。まあ本当にねネルシャツにジーンズという本当にコテコテのアメリカジスタイルにはなるんですけども、中にねこのようにネルシャツなんかと合わせるとこの、柄を楽しめるっていう点でもねなかなか面白いかなというふうに思います。で本当にサイズ感が絶妙なんですよね。でサイズを大きめのものを選んでいるので若干着丈は長めになっています。こちらで65センチぐらいなんですけども、このようなシャツを着るとですねこのように、裾が見えたりしてなかなか私は気に入っている着方になっています。
結構値段はねするアイテムなんですけども、やはりミリタリーが、好きな方に関してはこの A1 とか A2 っていうのはなかなか、渋いアイテムかなっていうふうに思います。革ジャンっていうと大体ねライダースを想像するんですけども、このような、A1 とか A2 っていうのは確かに高いですけども長く愛用 できる本当に一生もののアイテムかなっていうふうに思うので、ぜひですね一度このザ・フューの方ね、検討していただけたらなというふうに思います。ということで今回はね、レザーアイテム、ザ・フューの A1 の方を紹介させていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。